サッカーファンの皆さん、こんにちは。アルベルトスタジアムへようこそ。試合開始を前にして、スタジアムでは着々と準備が進んでいます。実況は私、西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあ、ここからが本番と言ってもいいでしょう。 FIFA ワールドカップグループステージ第1節。福西さん、サポーターのボルテージも高まっています。今日も激戦になりそうです。この一戦もなかなか面白い組み合わせになりましたね。グループを勝ち抜くためには、どちらのチームにとっても大事な試合になります。どういう結果になるにしろ、目の離せない展開になることは間違いないでしょう。カタールのスターティングメンバーを見ていきましょう。さあ、このチームについてですが、ディフェンスが消極的だという意見を聞きます。それについてはいかがでしょうか。そうですね、確かにこのチームはラインを下げるイメージがあり、旗から見るとピンチが続いているように見えてしまうかもしれません。今日はどうでしょうか。今まで通りでいくと思いますけどね。今日の対戦相手のラインナップです。一般的な 4-3-3 ですね。ウィングの活用が鍵になります。さあ、キックオフです。FIFA ワールドカップグループステージ第1戦の前半が始まりました。アクラム・アフィフ、ここしかない、入った、先制点。早くもスコアに動きがありました。豪快なシュートですね。ネットを突き破るかと思いました。サディオ・マネ、マネに渡った。まずはパスを回していきます。同点に追いついた、決まった、あっさりと取り返し、試合を振り出しに戻します。まあ、あそこで打たれたら守る術はありません。シュートした選手はいいポジショニングをしていましたね。ここでアリ、アクラム・アフィフ、見事なテクニックで突破してきました。来た、ゴー、再び相手を突き放します。まさかニアポスト側に打ってくるとは思いませんでしたが、それにしてもあのコースをセーブできないのはキーパーの問題だと思います。
サディオ・マネ。ボールをドリブルで運んでいます。追いつけるか。ゴールを狙う。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。サディオ・マネ。攻撃はここで止められます。ハサン・アルハイドス。タックルが決まりましたがスローインです。アルハイドス、ここは打てるか。入った。追加点を挙げリードをさらに広げてきました。2点差です。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。イドリッサ・グイエ。サディオ・マネ。ボールを前に運んできました。相手のゴールを伺っているのでしょうか。シュートチャンスです。止めた。キーパー止めました。近距離からのシュートでしたが素晴らしい反応を見せましたね。コーナーからエリア内へ。シェイフ・クヤテ。ゲイエに渡った。サディオ・マネ。ドリブルでボールを前抜けた。決まった。これで1点差。同点まであと1点です。一人で局面を切り開いてますね。これは頼もしいでしょう。アディショナルタイムは2分です。バッサム・アルラービー。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。相手陣内でボールをキープしています。もう少しサポートが欲しいところか。これを止める。ゴールを割らせません。前半終了の笛がアルベイトスタジアムに響き渡りました。ここでハーフタイムです。マネが。FIFA ワールドカップグループステージ第1節後半戦のスタートです。味方を使うでしょうか。サディオ・マネ。同点になるか。危ない場面もタックルで防ぎました。裏を狙う。よく見えています。
アルハイドス、ここでフィニッシュか。ゴール、チームがリードを広げます。これでスコアは2点差となりました。こうして見ても見事なフィニッシュでしたね。ゴール付近からのシュートにはキーパーもノーチャンスでした。でボールを取り返します。しっかり見えています。ポストに弾かれる。どうなるかと思いましたがしのぎ切りましたね。枠に当たったんですね。アンラッキーでした。相手の裏を狙うロングパス、危ない場面もしのぎました。クリアで逃れています。アクラム・アフィフ、アルモエザリー、ゴール、ボレーシュートが決まりました。見事なフィニッシュです。リプレイが出ます。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。試合終了まであと20分です。ディア、パスをカット、いい読みでした。ハサン・アルハイドス、ボールを前に運んでいます。シュートチャンスだ。バッサム・アルラービー、ここでアッシーブ、いい寄せです。試合終了まであと5分しかありません。アリ、ボールが相手に渡りました。ここで試合終了のホイッスル、ホームチームが勝利を収めました。やはりこのチームの強さを存分に発揮した試合になりましたね。流れを引き寄せ、相手にはほとんど隙を見せませんでした。さすがですね。いい試合を見せてもらいました。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。